今回は、ひまひまが一日で食べたものを紹介していきます。はい。というわけで、朝になりました。朝になりましたというか、朝です。今日の朝ごはんをね、皆さんにお見せしたいと思います。ヒントはこれです。正解は、卵かけご飯とバナナといちごです。こんな感じ。なんか最近は結構、もう朝はパンじゃなくてご飯にしてますね。なんか私はパンが一番好きで、パンを朝に食べたいんですけど、本当はね。でも、まあ、健康にいいのは結局はご飯なので、ご飯にしてます。というわけで、いただきます。あ、まずはいちごから。一応野菜からみたいな感じで、いちごから。いちごから。うん、おいしい。卵かけご飯も作ります。ただ私は究極に時間がない、あと5分で家を出なければいけないっていうやばい感じのね、あの 今この状況下なんで、ちょっと頑張って早く食べていきますね。飲み込むように。それはやめましょう。卵かけご飯はまんべんなく混ぜるタイプの人間ですね。好きなの、それが。だからちょっと絵面は皆さんにお見せできないですね。あと白身も全然入れちゃいたいタイプ。黄身だけとかじゃない。いただきます。おお、うん、おいしすぎ。お昼ご飯です。今日はオーベルジーヌのもう超大好きなカレーです。これはちなみにチーズの中辛口です。ただ本番まであと15分なんで頑張ります。いただきます。あ、やばいやばい、ちょっとやばい。今は絶対に汚さずに早く食べるという試練があるので頑張ります。うわ、チーズ最高。食べるか。大丈夫、大丈夫。でも前も超無敵の密着した時にオーベルジーヌのカレー食べてたんですよ、ちょうど。だからなんかみんなオーベルジーヌのカレーしか食べてないみたいに思うかもしれないけど、偶然です。お昼ご飯はいいんだ、いっぱい食べて。うん、チーズ最高。はい、というわけで、1本目の収録終わりました。で、ちょっとめっちゃ笑って筋肉をすんごい使ったんで、なんかついてるんだけど、なんか乾燥してるだけだった。筋肉をたくさん使ったので、今からちょっとこれを食べます。じゃん。この、神キング、神キング、あ、これで神キングって読むんだ。神王なのに。明日もイベントなんで、ちょっとエネルギー蓄えて。昨日からダイエットだけど、まあいいでしょ。食べよう。お疲れ様です。お疲れ様です。おいしい。めっちゃ硬くて最高です。なんと途中から、あ、スペシャルゲストがこの方です。誰二度目の出演。そうだ、ありがとうございます。二度目まして、二度目まして、ありがとうございます。これはショートですか？いや、これは普通に、はい。なんか、まあ、一日撮ってて。嘘。はい。ちょっと前髪直させていただくわね。いや、いつも可愛いですよ。本当に。ありがとうございます。ありがとう。
はい、というわけで夜ご飯でーす。はい、帰ってきました。お疲れ様でした。すっかりメイクも外して髪も取って疲れた。家に帰ってくるとこうやって脱力をします。ただまあ普通に久々のね超無敵な収録だったのですごく楽しかったです。まあ、いつも超無敵は楽しいんですけどね。ということで、夜ご飯こちらです。なんでお刺身なんでしょうか。刺身とサラダですね。とレバニラですね。はい、私は超無敵に行ったらどうしてもみんなの顔が小さすぎて私の顔がもうでかすぎてすっごい衝撃を受けてダメだと思って、昨日からなんですけどちょっとだけヘルシーにしてます。でなんかママが油淋鶏を作ってくれるはずだったんですけど揚げ物なんでちょっとこっちに変えさせてもらいました。急遽ねスーパー寄って帰ろうっていうのでお刺身になってしまいました。はい、はい、なので明日油淋鶏はみんなで食べたいと思います。はい、そして今日はねパパとお兄ちゃんがいないので2人でお刺身を堪能したいと思います。はい、めっちゃヘルシーなんだけど。ご飯いらないの本当に。いただきます。はい、いくよ。ほんとサラダこれで絶対私の決まりなんだから。うん、じゃあ何からいこう。うん、マグロから。うん、わさびと。うん、わさび合う。うん、よいしょ。食後のデザートです。じゃん、生だれチョコレート。何のために今日ご飯を食べないで刺身だけにしたのかって思った方いっぱいいると思うんですけど、その通り。でも賞味期限があとちょっと3日以内でお召し上がりください。でも4日経ってるもん、食べないとね。でも私には作戦がある。はい、こんなママにあげます。なんで。ではいただきます。うん、うん、おいしい。というわけで、おとといに作ったものを皆さんにお見せしたいと思います。それがこちら。じゃーん、なんとレシピには20分って書いてあったのね。オーブンで。で、20分のうちにお風呂に入ろうと思って、焼いてる間お風呂に入ったら、なんとなんとじゃーん、これなんとプレーンなんです、味的には。焦げました、完全に。焦げたらこうなるんだね、最終的に。炭です、もう。ここは味みたいでしょ？違うの？やばいでしょ？普通に考えて。で、見事、本当に全部焦げてるんです、こんな感じで。食べれません。体に悪いから。でもね、いくつかここだけ焦げてなかったりするから食べてみます。あ、ちなみにこれ言うの忘れてた。食べっ子動物クッキーです。美味しいの！普通に考えて夜中にやったのが悪かったね。マジで失敗。これやばいよ、見て。この生き残ってるやつだけ、後で食べたいと思います。これもダメかな？あれから何か食べるのかなってちょっと自分的にも思ってたんですけど、まあ、なるべくね、8時超えたら、あんまりいっぱいは食べないようにしてるので、その成果が出たのがですね、食べませんでした。あの後はもう何も食べずに、お風呂入ってお水を飲んでっていう感じです。現在の時刻がもう3時40分。バカだね、今本当に。明日おばあちゃんおじいちゃんが結婚記念日なんで、まあ、クッキーとかケーキとかちょっと作ってたら5時間経ってて、で2時半ぐらいからお風呂入ったんでこんな時間になってしまいました。皆さんはね、美味しいご飯を食べて規則正しい生活をしてください。暇を頑張ります。ということで今回はひまが1日で食べたものでした。まあ、なんか本当にやばいくらい食べまくる日とかもあったりするので、まあ、そういう爆食でとかもね、また今度撮れたらいいなと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。皆さん、チャンネル登録、高評価お願いします。